皆さんこんにちは。こんにちは。第105回特殊枠、今回もリクエストだ。ロシアの自動迫撃砲、2B級バシレクを紹介する。自動迫撃砲、連射できるんですか？その見た目は小さめの榴弾砲のように見えるかもしれない。詳しく見ていこう。まずは大雑把に旧砲、迫撃砲の歴史を振り返る。火薬を用いて弾を射出する大筒大砲は、12世紀の中国、13世紀のイスラム、14世紀のヨーロッパで発明されていたことで知られている。イニシエの大砲ですね。当時は石を砲弾に射出させるボンバード、射石砲だった。もちろん火薬の性能が低く、当時はより大きな石を射出するようにするしか威力を上げる手段がなかった。砲弾は石で、火薬は性能の低い代物を使用していたと。そんな時期に相当する14世紀後半頃に、旧砲に相当する射石砲が登場するようになった。局射のように砲撃する射石砲ですね。もちろん射石砲の中にはカノン砲のような代物もあった。火薬の性能が上がることに射石砲は小型化が進み、砲身を固定、回転軸となるトラミオン、さらに石から鋳鉄へ砲弾を変更していくこととなる。以前のと比べ小さな口径でも火薬と弾の材質から威力を確保でき、可動砲火とトラミオンにより扱いやすくなった。射石砲は完全に終了しましたね。また15世紀半ば頃までは粗鉄製が主だったようだが、近世に入ると青銅製が主流になったようだ。え？柔軟性の高い金属による加工の容易さ、金属の粒子しやすさ、火薬の発展によって粗鉄では方向破裂が頻発したなど多くの要因があってそうされたみたいだ。16世紀前半頃には、ついに粗鉄製砲は消滅することとなった。砲身の肉厚を薄くしても機能性を保てるようになると、軍の移動に随伴できる野砲が登場した。ハウザーですか？野砲は直射かもしくは直射弾道と直射弾道の中間ラインへ射出する兵器として登場した。この野砲登場に合わせ、従来の単砲身かつ直射弾道で砲撃する砲はモーター、日本語でいう旧砲として呼称されるようになる。ここあたりでやっと区別するようになるんですね。旧砲は野砲と比べ有効射程は低かったが、その大口径による威力と上空から投射できることから重宝され続けたようだ。そして旧砲と野砲普及に伴い、従来の巨大大口径砲は消滅していった。火薬と砲丸自体の発達によってわざわざいらなくなったんですね。さらに16世紀には導火線を利用した次元式榴弾が登場することとなった。おお、榴弾ですか。そして野砲はより強砲進化したカノン砲に発展していくが、旧砲は変わらず用いられ続けたようだ。1701年には可搬式旧砲が発明された。広砲砲という代物だったようだ。可搬式？発射ガスによって信管に点火する榴弾を投射し、重量90キロ程度なために兵員4名で運搬できた。手押しや引きずってではなく、4人で持ち上げることができる旧砲なんですね。広砲砲はすぐに人気を博し、ベネツアのモレア征服やジャコバイト蜂起に対するイギリス軍の鎮圧に使用されたとされている。ボート鎮圧に旧砲。おそらく広砲砲以外にもいくつか可搬式旧砲が登場している。高射角で単砲身、青銅製なためその精度は良くなく射程も短かったが、当時の重火器射程の短さ、局射を利用した独特な砲撃により独自の需要があり、そしてこの頃には一定形成の鋳物で旧砲は製造されるようになり、工作機械や金属精製などの高度な冶金技術がなくても製造することができる兵器なため、カノン砲といった高性能砲の不足を補う安価砲という位置づけで生産され続けたらしい。このように巨大な旧砲も現れだし、中には列車旧砲なるものも登場した。大きいですね。これら巨大な大口径旧砲の中には、第二次世界大戦まで用いられた兵器も存在した。ではここからはロシアに絞って話していくぞ。今回紹介するのはロシア製ですもんね。ロシアでいう迫撃砲、ミナノットの開発は、1904年の日露戦争が初とされている。日露戦争。大規模な塹壕戦も展開された戦争ですね。ちなみに以前の旧砲らに関しては、マルティーラと呼ばれている。ピョートル大帝の治世中に導入され、19世紀末には榴弾砲の原型となる巨大旧砲も導入された。ロシア帝国も旧砲を運用していたんですね。話は戻り、203高地で知られる旅順攻位戦ではすぐに塹壕戦にへと戦況は変わり、最前線では爆薬を充填した即席手榴弾を互いに投擲し合うこととなった。この状況に対し、日本側では今沢義雄中佐が即席の敵弾発射機を開発する。この敵弾発射機は木製の筒に竹の束を重ねて補強した12から18センチ口径の砲身を持ち、黒色火薬を創薬に爆薬へは導火線で点火する代物だった。まさに即席なんですね。この砲は敵に迫って砲撃することから、日本では迫撃砲と呼称されることとなったらしい。語源はここからですか。英語では変わらずモーターと呼称されるわけだが、旧来の旧砲と区別するためインファントリーモーター、モダンモーターと呼称されるようだ。他にも多くの迫撃砲開発、旧式旧砲弾の流用といった方法で、日本軍は試行錯誤していたようだ。旅順では防衛側となったロシア軍においても、塹壕、峡谷といった起伏の激しい地形で、日本軍とその火力を損耗させるのに同じく局射可能な砲が必要になった背景がある。
様々な人物がこの状況に対し局所的弾発射器を開発するが、ロシア国内の公式としてはレオニード・ニコライビチ・ゴデト少将が初とされている。彼が開発した500ミナノットは点火から装薬、弾頭まで一本で一体化させ、機械的に射出させるという代物だった。筒からこの迫撃弾のような一体型発射体を投射するんですね。ただこのゴベトミナノットは、厳密には完全に古典的な野戦爆弾発射器だという主張がある。そうですか。海軍で敵艦に対する肉薄の際に使用されるボール機雷がベースだとされている。結果、両軍による敵弾の投射が頻発し、それが報告書へまとめられたのにもかかわらず、ロシア国内含めた世界中では迫撃砲の存在が無視され続けることとなった。なんででしょうかね。しかしドイツ帝国は1909年から1914年にかけ迫撃砲を研究開発し、それは第一次世界大戦の戦場に 7.58cm ミーメンバーファー AA として実用化することとなる。ミーメンベルファーの方針にはライフリングがあり、さらに砲撃により後退した方針を元に戻す複座機、反動を干渉させる中退機が備えられた。機械的に、当時の野戦砲のようなスタイルになりましたね。さらに1915年よりイギリスでもストークスモーターが開発される。現代でも見られるような形状。滑空方針に行角調整機能を持つ2脚、反動吸収用台座、81.2 無口径に重量は 47.17 クグ。砲弾は装薬に雷管、弾頭には削薬充填かつ先端にミルズ型手榴弾用新管が取り付けられた。現代まで見られる迫撃砲と同じ見た目ですよね。迫撃砲、現代でいうモーターの原型はこのストークスモーターといっても過言ではないとされている。第一次世界大戦でのロシア帝国軍迫撃砲事情としては、9センチミーメンワーファー M14 のドイツ仕様の運用が最も多かったとされている。ストークスモーターと比べ設置面がより多い迫撃砲ですね。9センチミーメンワーファー M14 は二重帝国開発の9センチ口径迫撃砲でストークスモーターより重い重量、強度は大きく異なる器具、問題ある迫撃砲弾と比較的問題のある代物だった。独自開発製ではなかったんですね。前述のお手製野戦爆弾発射器も、いくつか含まれているようだ。ロシア内戦を踏まえ戦艦機に突入すると、50mm、82mm、107mm、120mm 迫撃砲がそれぞれ開発され、各国軍同様、赤軍も迫撃砲を幅広く運用できるようになった。各国同様、運用の拡充ですね。軽量化にへと発展しストークスモーターによって定型化した迫撃砲だったが、今度は大口径化による重量増加、戦術の影響に伴い牽引式にへと発展する迫撃砲も登場する。車両で牽引するんですね。自走迫撃砲なる代物も登場した。ただ米軍やイギリス軍ほど赤軍では普及していないと思う。第二次世界大戦中、約35万、1800門もの迫撃砲がソ連によって製造されたとしている。反面ドイツ側では戦時中で約6万、8000門とされている。倍以上じゃないですか。独ソ戦にてドイツ国防軍は、ソ連赤軍による迫撃砲砲撃により大きな損害を被ったと言われている。戦後のソ連軍においても研究開発は継続され、160mm 迫撃砲や 240mm 迫撃砲、120mm 迫撃砲と次々と新規開発されていった。既存規格に加え、より巨大な迫撃砲も登場したんですね。材料変更による軽量化とそれに伴う威力向上が図られる中、今回紹介する自動迫撃砲もその一連から登場することとなる。やっとですか。1946年、チーフデザイナービクトル・ケイ・フィリッポフ指導のもと、要塞用砲核兵器として開発が始動した。要塞用ですか。1955年より、この開発されたシステムは KAM 砲核自動迫撃砲の名称で収益した。しかし採用前の1954年時点で、KAM をベースとした野戦向け自動迫撃砲の製作が始まったようだ。派生したんですね。1959年、このような迫撃砲、F-80 には実地試験を成功させ、採用が推奨されることとなった。しかし収益は認められず、結果開発は中止されることとなる。なんでなんでしょうか。重量強化だとされている。またミサイルの発展に伴い迫撃砲の重要性が低下したという記述もある。しかしソビエト軍向け野戦自動迫撃砲の開発は、1967年になって再び再開されたようだ。なんでですか。1960年代時点で PM43 は時代遅れとし、早急に先進代替化法を求めていたようだ。さらに当時のソビエト軍は機械化を大きく発展実現していたため、ソ連軍の装備でもスト部門はより重く、強力な大砲を装備できるという考えもあった。1959年とは状況は異なると、開発に関しては V.G. グラドフというチーフデザイナーが率いて進められたようだ。1970年、F-82 を改造した自動迫撃砲を AM2B級バシレクとして採用、1971年より量産が開始された。以前の F-82 がベースにされたんですね。AM はロシア語でいう自動迫撃砲の略称となっている。そしてバシレクはヤグルマギクを意味する。花が由来しているんですか。さらに GAZ-66 トラックとともに、これらは旧K21 移動式迫撃砲システムと命名された。全体での故障ですか。2B級もブラウコードとなっている。
数年間の量産の後、2B級は水冷式重心を空冷式に置き換えることで近代化された。近代化された 2B級は 2B 級 M として正式採用されている。2B 級 M は今日まで生産され続けているぞ。水冷式から空冷式へ変更されたんですね。他にも重心圧をより肉厚したり、その重心にラジエーターとして機能するリブが追加された。2B 級バシレクが実用化された際、当初の開発の指導デザイナーだった VK フィリッポフ氏は、こうコメントを残している。30年前、私は発明を出願しました。1946年に JV スターリンへ報告したとき、彼はこの提案について研究、今日、我々はこのシステムを提供する準備ができていないと宣言されました。スターリンからの直接的な否定があったんですか？前述通り計画頓挫は1959年であり、スターリンの死去は1953年となっている。このズレは気になるところがある。そして30年が経った今、SA にバシルカという新兵器が就役し、発明の作者としての権利をいただきました。では設計に入る。比較はしない。え？類似性の近い自動迫撃砲は少なく、さらにそれら迫撃砲は車載用など、比較して並べるのが困難なためだ。通常の迫撃砲は砲の反動を設置した底板により地面へ逃がすように配置するのに対して、2B 級では設置に加え中隊複座機平行機閉鎖機を砲下に搭載した。中隊複座機は発射時の反動を砲身だけで後退前進させる装置で、平行機は砲身の仰角を一定に保ちつつ、仰角の変更も容易にする装置、閉鎖機は砲身後方を開閉可能にしつつ発射時に勝手に開放しない装置となっている。後走を可能にする閉鎖機に加え、これら機能は迫撃砲にとっては異質ですよね。これらは榴弾砲や対戦車砲など砲にとっては一般的となっているが、シンプル簡素な設計が多い迫撃砲から見れば異質となっている。ただ同じようにこれら機能を備えた迫撃砲もある一定数は存在すると思うぞ。82mm 迫撃砲ながら複雑化し重量も増加することとなったが、直射射撃だけではなく目標を照準に向けてでの閉射も可能となった。直射、榴弾でですか？どうやら成型削薬弾や鉄鋼弾があるようで、それを用いれば AFV との交戦も行えるみたいだ。射程は直射射撃で800から4570m、直射で最大1000m とされており、実際の直射での有効射程は 400m 程度とされている。砲弾は他迫撃弾同様、弾頭を装薬、雷管が一体化した白物を使用する。口径は 82mm だった。現在の牽引式迫撃砲にしては小口径でしょうかね。他の現代 80mm 級はストークスモーターのような白物が多いとは思う。後走、もしくは前走での装填発射が可能で、迫撃弾とともに追加の推進剤がクリップとともに機関部右側から4発給弾される。4発をクリップ装填ですか。もちろん迫撃弾それぞれには安全ピンが付いているため、それを引き抜かなければならない。2B 級には3つの発射モードがあるようで、2から4発の自動砲撃、半自動砲撃、または前走による非自動射撃の3つが可能となっている。自動ということで自動装填機構があり、発射時の反動を利用することで自弾給弾される。反動利用方式？フリーボルトだとする記述も見られる。フリーボルトイコールブローバックであり、反動利用に相当するバレルリコイルとは記述されてない。じゃあ自弾給弾に関しては吹き戻しなんでしょうかね。何のブローバックかはわからん。そしてボルトはオープンボルトから撃発を図るとされている。映像を見た感じは方針前後稼働はしていない気がするぞ。方針稼働しない。本当に中隊機ついてるんですかね？発射時に大きな振動が発生してバシレクが稼働しまくるため、もしかしたら短距離稼働してるかもしれない。ただ 82mm 迫撃弾自体はストークスモータースタイルでの運用例がありますから。ちなみに重心周りの筒は油圧ショックアブソーバーとなっている。またリターンスプリングも横に配置されているようだ。発射速度は理論値で120発毎分、現実的には40発毎分とされている。通常の 82mm 迫撃砲で20発毎分と言われているようなので、単純に考えれば2倍となるようだ。数字的にはより多くをぶち込むことができると。この自動機構を利用することで極めて短時間のうちに砲弾を広範囲に着弾させることができ、広い地域を効率よく制圧することが可能となっている。そして2倍速い発射速度による砲身加熱に対応するため、前述通り砲身ジャケットに冷却水を入れ水冷式で冷却する設計だった。重心冷却が必要になるくらい加熱する想定なんですかね。しかし前述通りに BQM では空冷式へ変更された。砲身ジャケットは廃止され、代わりに砲身肉厚による耐熱熱分散効率を上げ、さらに砲身表面に排熱壁を採用した。この改良に伴い運用面や軽量差で向上したと思われるが、反面持続射撃能力が30分で300発から30分200発と3分の1低下している。意外と大きく低下してるんですね。で、従来の迫撃砲は地面と接地することで反動を直接地面へ逃がすため、ベースプレート下の地面が変形して照準がブレるという大きな欠点があるものの、今回紹介する 2B 級の場合は反動エネルギーが自弾球弾、さらには油圧式ショックアブソーバーによって減衰されるという利点がある。え、本当にそうなんですか？単発での運用で、その精度に差が生じるかもしれない。弾子としては榴弾、鉄鋼弾、発煙弾、照明弾、そして成型削薬弾を発射することができる。一通りありますね。
この 82mm 迫撃砲弾は以前の迫撃砲と同様の O832 シリーズとなっている。鉄鋼弾は重量 3.1kg あり、75g 弾頭により 100mm 装甲を貫徹できるとされている。そして榴弾は破裂すると400から600個もの破片を生成してばらまく。着弾地点から半径18メートルが破壊半径だそうだ。照準器は PAM-1 という代物を使用しているようだ。2D9 は運用上社長、装填手、砲手、操縦手の4人で運用される。4人ですか。迫撃砲と弾薬の運送には GAZ-66 という輸送車が使用される。また輸送トラック自体、装甲車に直接搭載される運用も行われていた。直接ですか。実際の運用の様子がコモンズに投稿されているので、映像で見ていこう。そんなてんてこ盛りで構成された 2D9/2D9M だったが、やはり従来の迫撃砲と比べデメリットが生じることとなった。やはり高い発射速度を可能にするための一連のシステムと砲火の採用は、必然的に重量と生産コストの増大を招くこととなった。まあ、そうですよね。632kg という膨大な重量は歩兵による運搬を困難にさせ、車両輸送が標準となった。これは当時の 120mm 迫撃砲の3倍、82mm 迫撃砲の15倍の重量に相当するとされている。重量差すごいっすね。そして4点バーストをこなすための反動吸収システム系統は複雑となってしまった。生産コスト増大、生産性の悪化ですね。この見た目からして比較的悪いのは想像できると思う。120mm 迫撃砲の弾は 13.8 から 16.5kg もの重量物なのに対し、82mm2D9 に関しては 3.2kg と圧倒的な差が生じることとなり、これは強化陣地や塹壕、建築物への攻撃の際では 120mm 砲の方が圧倒的な優位に立っているとされている。120mm と 82mm。その差は大きいんですね。単純により多い弾数をぶち込む運用を想定しているため、砲弾の損耗数増加による兵站への負担が懸念されるところもあった。命中精度に関しても極めて短時間のうちに砲弾を広範囲に着弾させ、広い地域を効率よく制圧することが可能だとされている反面、これは精度が低く、分散が大きすぎるとデメリットとして捉えられる場合もある。まあ、単発でしたらより安定して局射できると思われますが、重火器同様に 2D9 自動迫撃砲もバースト射撃すれば照準地点からずれることになる。4発バーストの間隔はわずか約 0.5 秒で、その際、方向は 50mm×50mm の範囲動いてしまうようだ。この微細なブレは着弾地点に大きく左右されますね。そして 2D9 は直接射撃によって 400m 先の目標を攻撃可能だと前述したが、それはあくまで鉄鋼弾や成型削薬弾に限定されるもので、従来の榴弾に関しては 800m とカタログ上では制限される数字となっている。400m 先に榴弾を着弾させれば、自分らも被害を受ける可能性があるということですね。さらに創薬と推進剤の差から 120mm 迫撃砲の最大射程が 6000 から 9000m なのに対し、2D9 は 4570m とより短い射程となってしまった。これは敵側からのアウトレンジ攻撃を受ける危険性を生じさせることとなる。そうですか。これら現実の影響下 120mm 迫撃砲を更新するという計画は放棄され、代わりに新型の 120mm 迫撃砲 2D11 を開発。2D9/2D9M は並行して配備されることとなり、冷戦終結以降でのロシア軍では 2D9 の数を次第に減らしているとされている。現在は粘り強い継続戦争を続行していますから、2D9M も引っ張り出して前線に配備してそうですよね。これらデメリットがあるからして 2D9/2D9M が悪いわけではなく、あくまで独自のニッチ、一部の砲撃任務を対処するための補助的な兵器システムとなっている。当初こそ 120mm 迫撃砲を代替するためとされたが、運用上の本質としては様々な迫撃砲を補助するための独特な迫撃砲ということとなった。120mm 迫撃砲自体を更新するわけではなく、あくまで旧式 120mm 迫撃砲を完全退役させるためという可能性もありそう。ですかね。後述の通り 2D9/2D9M の運用方法は改善されていくが、現状としては、世界でこのような 80mm 級自動迫撃砲を多用する勢力というのは少数派だと思われる。1973年に量産開始された 2D9 は、テストのため東ドイツ領内のソビエト自動車化歩兵連隊へ組み込まれ始め、その後ソビエト自動車化歩兵連隊と装甲輸送自動車化歩兵大隊、中隊に配備する。他にも配備されたが、あくまで大隊レベルでの運用を目的としていたようだ。そうなんですか。
1973年から1980年にかけ559セットが生産された。1979年から1989年にかけ、アフガニスタンでのソビエト軍戦闘作戦中に多く使用された。ソ連のアフガン侵攻ですね。ムジャーヒディン勢力は周知の通りゲリラ戦術を展開したため、ソ連側も砲兵を集中的に運用する方向へ舵を切った。その一環で 2B級/2B級M は多用され、実戦の際は迅速にゲリラ掃討任務を担ったと言われている。山岳ゲリラに対して比較的有効だったんですかね。ゲリラによる奇襲に対し、彼らが身を隠す前に殺傷する必要があった。迫撃砲中小分隊、空挺強襲大隊などに配備され、輸送には 2F54 輸送車や MTLB 装甲兵員輸送車が用いられた。そして 2B級/2B級M の中には MTLB、BMP1、GAZ66 に近づけすることで自走迫撃砲に改造されたものも少なくはなかった。自走砲火ですか。MTLB、2B級M では想定されていない現地改造モデルだった。この現地改造は起伏の激しい地形を特徴とするアフガンでの戦術的機動性を向上させ、さらに発射準備時間をいくらか短縮された。メリットばかりですね。強襲への迎撃に対する発射時間へも短縮するぞ。よく訓練された自動迫撃砲の兵士が射撃任務を行えば、7から8分で完了するとされている。これはどうなんですかね。砲撃すれば対砲兵レーダーなどで特定での報復がされるリスクがあるわけで、車両に搭載された 2B級M はこの点でよりよく回避することができた。DRA 第40軍の軍人は自発的に新型自走砲火を設計し、事実上の量産開始、運用が開始された。アフガンでの戦闘を経て、2B級は多用途で有用な兵器であることに気づくこととなった。そしてアフガンでの運用はソ連軍にとって頼れる支援垣となり、ムジャーヒディン勢力が恐れる存在の一つとなったようだ。ほうほう。この 2B級M を搭載した車両は、砲機と呼ばれた。2B級M は特例で自走砲火されたと前述したが、その後の運用としては GAZ66 トラックに改造搭載することが通常となったようだ。そうなんですか。トラックでは226発の迫撃砲弾を運び、96発を新艦化、24本の弾倉に装填され運用された。また AMD マウントやアニモグマウントなど、他のマウントも開発されている。運用方法が多用途化しますね。1994年には 2B級M 用の対装甲直接射撃用の迫撃弾が開発されたようだ。成型策略弾と鉄鋼弾でしょうかね。第一次チェチェン戦争と第二次チェチェン戦争でも両交戦国によって使用された。グルジアやアブハジア紛争でも使用されたらしい。そして2014年以降のドンバスでの戦闘やウクライナ侵攻でも使用されている。現役ですね。その運用は写真で見られており、例えば BTRD の前方後方にそれぞれ1門ずつ取り付けるという、魔改造 BTRD が見られる。え、なんで？この魔改造に関しては、有効的なのかと疑問を呼んでいたりする。ロシア以外にもハンガリー、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシ、クロアチアといった旧ソ連、共産圏国で運用されている。また中国やクウェート、リビア、シリア、そしてウクライナ侵攻における独立国家軍でも運用されている。まあ、ここら辺になりますよね。シリア軍、クルド人民保護部隊、イスラム主義組織アンサール・アルシャムとそこら地域での運用も行われている。ただそれは稀だそうだ。ハンガリーは1973年より、ソビエト連邦から 2B級の製造ライセンスを取得した。正規にライセンス取得ですか。ソ連はあくまで限られた範囲の友好国に対して、2B級を輸出していたようだ。1974年に2人の専門家が生産に必要な書類をハンガリーへ持参したようだ。ミシコルツにある国営防衛産業 DIGEP 社が、2B級M を改造した。ハンガリー軍での運用を最適化させるためですね。ソビエトの技術者が全ての変更点と刷新された設計図面を確認し、工場に対し約600の調整を義務付けた。ライセンス付与で放り投げではないんですね。まあ、全体主義的な共産圏兵器統合化、ソビエト防衛産業のメンツ維持によるサポートだと思うぞ。1982年よりこの兵器を型式分類。やがてハンガリーはソビエト連邦とワルシャワ条約機構諸国向けに、少なくとも年間400門生産、合計で2500門以上生産された。方法。1987年、ハンガリー工場はいわゆる第三諸国の要求、砂漠気候の国々の要求に対し、さらなる改造計画が行われた。ハンガリーが対応したんですか。設計変更としては砂やホコリの侵入に対処するシーリングソリューション、リコイルバッファーの調整、リフティングラグとホイールリムの変更によるハンドリング中の損傷軽減、生産経験に基づく交差の変更、そして開発段階で削除された変更要素が追加されたりした。この改良型は DE-82 と命名され、輸出可能となった。DE-82。1990年代、軍事技術研究所と機械工事は、ハンガリーの民間企業であるアーミーコープ KFT の DIGEP と協力して DEKM-82 対戦車 82mm 迫撃砲弾を開発した。1990年代に成型策略。ロシアと同時期ですね。迫撃砲弾胴体は炭素構成の上部と中央部と精密加工されたオブの3つに分かれていた。自爆機能付き衝撃新艦を使用していて、100mmRHA を貫通することができる。またアーミーコープは81mm 版に B級M 迫撃砲も製造した。
81mm? 西側規格の迫撃砲弾だ。しかし 81mm 使用迫撃砲はわずか14門しか生産されていなかった。またハンガリーは 2B級MOBMP に搭載する実験も行った。ハンガリーでも模索されたと。1992年より、ハンガリーの設計者が BMP-1 の AMB シリーズ救急車に 2B級M を搭載し、効果的な装甲迫撃砲運搬車、自走迫撃砲を作成した。砲火は直射と局射の両方が可能で、最高速度は65キロ。射撃モードの切り替えが容易で、AT 弾とヒート弾を使用することでより多くの目標を標的にできる代物が完成した。方法。さらに米国のピカケミー交渉が、ハンガリーのメーカーと協力して改良型 81mm2BQM 自動迫撃砲を高機動多目的装輪車に搭載する実験を行った。時期的にハンガリーが民主化した後でしょうかね。スコーピオンと呼称されたこの計画は肯定的に受け止められたようだが、米軍はこのシステムを採用することはなかった。ライセンスとはいえ、米軍がソ連製兵器の採用を検討していたんですか。ADIM 計画も展開されたが、そちらも高価すぎるとして採用されなかった。米軍でも似たような自動迫撃砲の計画があったんですね。中国仕様に BQM、99式82無速射迫撃砲が北方工業集団行使によって国産化された。前に紹介した KPV 同様、2BQM もコピー生産されていると。その存在は2001年に公開されたようだ。この国産化は正規にライセンス獲得したのか、リバースエンジニアリングされた代物なのか不透明となっている。まあ、中国兵器は後者もやった例がありましたよね。W99 は基本的に 2BQM を踏襲しており、砲の全備重量は 650kg とオリジナルと近い数値となっている。1.5 秒速い速度で全自動発射できるようだが、その構造は 2BQM と変わらないので事実上発射速度は同様だと考えられている。一応オリジナルとの違いがあるんですね。W99 は同様に四輪駆動車や野戦トラックによる牽引、トラック2台にそのまま搭載するといった方法で輸送される。W99 は中国軍に配備された。成都軍区の陸軍149師特戦 A、内モンゴルの砲兵連、チベットの砲兵連へ配備されたのが確認されている。意外と多くは配備されていない?一般の部隊ではなく、ヘリ輸送のため重装備に制限のある特殊部隊や国境警備を主任務とする編伏部隊といった軽装備部隊向けに、火力不足を補うための支援火器として調達されている傾向があるという推測が見られる。ティーイング特殊車改造装輪自走 82mm 速射迫撃砲、PCP-1 型 82mm 装輪自走速射迫撃砲チャーオが自走砲として運用されているようだ。他にも西側用砲弾に適合させた輸出向け 81mm 速射迫撃砲がある。西側の 81mm 迫撃砲弾仕様ですか。現在は CS/SM1 型 81mm 装輪自走速射迫撃砲と、車載型は呼ばれているみたいだ。以前は SM4 と呼ばれていた。ベネズエラがこの自走迫撃砲を18両購入している。購入例あるんですね。前述通りロシア製の輸入はわずかで、世界運用数はコピーの方が多いと言われている。他にもイランでも 2BQM の 81mm 迫撃砲弾使用を生産しているらしい。そして2014年にはカザフスタンの防衛産業が、BMP-2BQ として知られる BMP-1 マウント搭載 BMP を発表した。おお、カザフスタンでもこういうの登場したんですね。そんなわけで以上だ。ニッチな自動迫撃砲。意外と世界へ波及してた代物だったんですね。次回は M1911 の後回しだ。よろしくお願いします。では皆さん、また見てね。